これは文字書くの好きなんですけどブログとかさ読んでるのみんなこんばんはこんばんはこんばんはちょっと髪がまいてきまいてきくる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 まいてきまいてきくる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 。 来た時間で何しようまいたけまいたけぐるぐる,ぐる,ぐるもうさ、あの0時超えても配信できるようにしてほしい、本当。本当んさ、セルの活動時間はこれからだからさって感じですもっけさん、くまありがとうございます いつの間にめっちゃ前になったよ気がする結構前だったよもうだいぶ時間経ってる気がしますみーたさんくまありがとうございますくまねパパさんくまありがとうございますかっこよちゃんくまありがとうございますエアジさんくまありがとうございます皆さんたくさんくまありがとうございますダブルサラ動画はサラピが撮ろうって言ってくれたんですけどああのあ違う最初はサラピが撮ってって言,って言われたんですよ って,くれんって言われて「あっオッケーオッケー」オッケーって言ってさら取る側だったんですけどなんかそれがうまくいかなくてで2人で撮らんみたいな感じでソラピが言ってくれてそれが「前だけやりたい!」って言ってさあずっとさもうずっと一日前まいたけまいけぐる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 って言ってるからさ「そう,そう前だけやりたい!」って言ってあのネタで一発やってみて結構いい感じにあのできたので。 寝ることになりました。毎時毎時ぐる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 毎時毎時ぐるぐるぐる。毎時毎時ぐる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 。余った時間って毎時毎時ぐるぐるぐる。そうじゃゃん、十四歳のえじ。えっ、本当にそうなんですよ。なんか。もうなんか集合写真の自分とかが。顔が大人で。 もう本当に顔が大人で本当に大人で大人で本当になんか悲しくなるんですよ自分でも集合写真の自分の顔がもう大人だから悲しいっていう感じですこんばんは <laughs> うん 大人だからではって、え、そうなんですよ。もう、私それが嫌なんですよ。大人とか嫌なんですよ。本当は嫌なんですよ。うん。みたさんレインボースターありがとうございます。今日はリコチとお出かけしたよ。まいとけ、まいとけ、ぐるぐる、ぐるぐる。うーん。あま。 時間で毎毎ぐるぐるぐる,ぐる <laughs> 昨日は愛子児の卒業公演に出演させてあのいた,だいたんですけど卒業ブロックブルーライブ広島であってブルーライブ広島って楽屋が外なのでめっちゃ寒かったんですけどサラピがいたので昨日はその待機組になのでね楽しく遊びました <laughs> 遊びました <laughs> 楽しかったですね。それでね、客席にも行ってみたりもしたんですけど、そしてそこでライブ楽しかったです。なんかライブ感動しました。あの,あの日から誰ともハナーさなくなったがめっちゃさら好きでした。ビビリ子さんくまありがとうございます。アスタートークで変顔変顔変顔したっけ覚えてないな。変顔する機会あったっけな。 うん。変顔とはしたっけん、こんばんは。真、ま、冬、あ、じゃなくてよかったね。うん、今日の方が寒かった気がする。ねぎメタさん、くま、ありがとうございます。それで、その終わった後は。 あの会議室で、ま、マジの会議室でなんかその2期生コンサートの背取り決めしたんですよそれも楽しかったですなんかそういうところでめっちゃ意見言うメンバーと意見をあんまり言わないメンバーがいて結構性格がわかるなって思,い思ったっていう話を今日売り口としましたこんばんは うさんくままありがとうございます久々にステージそう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 めっちゃ久々って感じでした楽しかったねでももうしゃべりすぎてしゃべりすぎじゃないめっちゃしゃべっててちょっとうるさくしちゃったので申し訳ないですね楽屋で清水はどっちタイプえどっちだと思いますかそういう会議会議で意見を言えるタイプだと思いますかとも言えないタイプだと思いますか そそれはめっっちちゃどっちかだよその半分とかがなくてそのもうめっちゃ言えるめっちゃ静かのどっちかですどっちだと思いますかえなんか自分がどっちだと思われてるのかがわかんないなんか自分の中には明確にあるんですけど自分はこっちっていうのえどっちだと思いますかそれれははもううこだだかからららめっっちゃっていうぐらいぐ もう誰のどのメンバーに聞いてもああ清紗郎になれないんだよって言うと思うどっちだと思う清紗郎は言えないそういうの言えないタイプだよか清紗郎はそういうのめっちゃ言うタイプだよって言うと思うアルプスの牧場さんくまありがとうございますえっガチだとめっちゃ言うタイプで 初期もして全部ホワイトホワイトボードも全部皿書きましたええー、違うよう分かってなさすぎる本当に本当に違うんだからもうまあ違うんだよ本当に本当に分かってないんだから皆さん楽屋ではしゃべるからそういう場面ではしゃべらないええー うん、楽屋では喋りまくりの時もあるけど静かな時もあるって感じかなイケちゃんめっちゃイケちゃんは結構おとなしいよ清水さんッのホワイトボードすごかったえ見てないでしょ見てないでしょそれはそれは見てないだろさすがにだって見てたらさそれせとリバレしてるじゃんまさぷヤさんくまありがとうございますそういうのにもうめっちゃ言うタイプで実は

そうそうスタッフだけでなんかそれで最初はスタッフさんだけだったけどみんながなんかやりたいのがあるから決めさせてくださいって言って場を設けてもらったんですよパンパンさんくまありがとうございますもう楽しかったっすねうん昨日は走りにカヌレがあって それが美味しかったですでリオちゃんのお母さんおばさんリオちゃんのご家族からの差し入れだったんですけど私ちょっと公演は出てほうは出てないんですけど取らさせていただきましためっちゃ美味しかったですってあ某メンバーのメールにぼかしやりあそういうことかぼかしやりってことねワイリンガルさんくまありがとうございます

もう最近はちょっと楽しくてもう人生一生今がいいですね。ビビリコさんレインボースターありがとうございます。ユニギメタラさんくまありがとうございます。い うん具体的に何が楽しいでも昨日とか楽しかったっすよめっちゃめっちゃ楽しかったもうずっと笑ってたしなんかその後ろ裏見に行った後にちょっとだけあ裏,裏っていうか、うん、あのブルーライブの,の DMM とか撮ってるところに入れてもらって見させてもらったんですけどそ,のそこから帰る時にちょっとだけ海の方に行ったらそでも行っちゃいけないけど行っ,ちゃっ,た,行ったんですよねちょっと。 なんか荷物とかを運んでてなんか運び屋みたいなこういうのやって感じやっててなんか段があってちょっと上の方にいて「やばいいる!」みたいな「やばい!」って言って走ったりしてめっちゃ青春感じました流行語大賞さん「くまありがとうございます」「バレたら怒られる」えー、怒られないかもでもバレたけど理央さん「くまありがとうございます」 MBTI んですかなんか何個もあるんですけど運動家広報運動家と広報運動家とえ広報運動家とエンターテイナーと仲介者ですまさぺんあっクありがとうございます嬉しいフ <laughs> フフ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 フ今日寒くて歩いて行ったんですけど遊びに行ったんですけど寒くて寒くて寒くてもう凍えて凍えました本当に なんかシュークリーム買って食べたんですよコンビニでで外で食べたんですけどもうシュークリームがアイスのように冷たくてもうびっくりって感じでしたでも楽しかったですね今日なんか空は人生楽しい楽しいっていう時とああみたいな時があの出来事に関係なく訪れるタイプなんですよ、まあ 本当に1日に日回ぐらいこのムーブ変わるんですよん人生楽しい時もあればいや同じことしてるんよその。まあ本当に嫌なことがあってそれは嫌な気分になるのはもちろんそれはあるけど嫌なこととかなくて何も自体はサーカムスタンスは何も変わってなくてそれは <laughs> って感じの時もあればもう。 もう人生楽しいって感じで、もうアロハーって感じの時もあるんですよ。そう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 今人生ハハの方ですか？<laughs> 本当ですか？サラは、まあサラも人生ハハっていう方ですね今は。なんかさっきまではなんかアロハ系だったんですけど、今はもうハって感じです。秋間さん、くまありがとうございます。もう明日のことも明日のことも明後日のことも考えたくないですね。もうはい。 アロハに早くなりたいえ。本当にそう。アロハに早くなりたい。<laughs> ロコ音って感じになりたいです。ホモさんくまありがとうございます。え、ロコ音知ってますか？有吉の夏休みの。送信ーーさんくまありがとうございます。え、みんなはそういうことないですか？1日のうちでなんかもう100回ぐらいなんか？ むっちゃ「アロハーで」でもアロハ」って言おうとした頃にはもうちょっと「ハ」っていうムーブが「アロハ」って感じアロハ」って感じなんですよそのもうもう一瞬で1秒で変わるんです気分がそうそう「アロハ」じゃない「アロハ」って感じなのよ CT さんくまありがとうございます「は <laughs> そう テンション上がることがないです。まあでもそういうこともあるよね。うんうんうんテンション上がることは、うんでもないですね。でもそれもないですよ。テンション上がることとかテンション上がること？うん、ないなない。それもないなそういうのは。 ひしみらこうさんくまありがとうございます8割方がハーですいやそれは九割9分九輪ハーですよ一輪のアロハのためアロハです一輪のアロハハートありがとうございますハやちゃん配信でしてしりま,ますありがとうございますそれは ゆうりさんリンボースターありがとうございますちょっと星は作れないよありがとうございます How are you today? Sarah i がとうす r e d お疲れ様ですああ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 あがああいああ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  いいですよ、もう。つらい。クマはさん、ありがとうございます。渋谷でテンションが上がってたのは小までです。なおさくマありがとうございます。久しぶりです、のさ食べてるときは気分おちおちんやろって。いやー、そうじゃな、ね、い、そうそうそう。最近の美味しいものは。えな、ー、んだろう、最近の美味しいものは。でも、 キャラメルコーンみたいなポップコーンみたいなやつ好きですなんか赤い赤いパッケージのやつこういうエビみたいな形のやつ今何するテンション上がるのえー、なんか気分がアロハの時はほんと何してもテンション上がるんですよもうなんかもうその辺の石拾うだけでテンション上がるほんとに多分でも気分がハーの時はもう何が起こってももうこの目の前にサラが大好きな 人とかが現れても歯だしもう宝くじ1億円洗って当たっても歯だしって感じですね気分がアロハの時はもう何されても殴られてもアロハですその時事に関わらないんですゆうちゃんくまありがとうそ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 う。昔からあるキャラメルコーンそうそうそうキャラメルコーンがドンキホーテでドンキホーテで安いんですよ何十円ぐらいなので 5周年婚がピンポイントで仕事を納め5周年婚あ5周年婚に来るで「はぁ」ですいやでもあのー、配信で見てくださいあのー、はいぜひ来てくださいぜひ見てください公演中「はぁ」の時はどうするのえー、ええー、かんないどうしようでもないかもしれない公演中「はぁ」の時ないねくま ゆうちゃんくまありがとうございますふくちゃんさんくまありがとうございます配信あるんだえわかんない配信あるのかわかんないですえ本当にガチなところだとわかんないですサラはいつもあるからあるでしょっていうノリで言っちゃっただけです覚えててくれてうしいそれはもちろん覚えてますよ住んでる県とかも覚えてるよサラクスがに1億は上がるわっていやいや1億上がってもはあですよはあの時は。 アロハの時はもう逆に1億借金してもアロハーって感じです何かに集中してえなんかその何かに集中するのめっちゃ好きなんですよ、はい、好きっていうかこれこれに何日何日にあるこれこれに向けてもう全部の時間これに費やそうとかめっちゃやってきてずっとあってでそういうのもう今ないくてなんかはあって感じですなんかそういうのが好きです課題自分の中に課題を課して なんかもう一日中それに時間を費やすっていうでそれはもう逃げなんですよねなんか母からの逃げなんですよ現実逃避のためにちょっと課題を作るみたいな感じ竜健さんくまありがとうございます清水プロダクツ1億なんで見,見たこともないさらちゃんこんばんはこんばんはそんなわけがないなわけ なんか最近マイナンバーがいるとマイナンバーカードがいることがあったんですけどそのマイナンバーカードがの自分の顔がもうマジ違うんですよもうマジなんか若くて若いんですよそれがもうめっちゃ嫌だもうめっちゃなんかローを感じて嫌だローローエイジロー エルダーリー何年前のしとね45年前くらいかなそうそれでもうそれを見てちょっともう嫌な気持ちになりましたてかさマイナンバーカードってさあれマイナンバー書いてないじゃんこれみたいなどこに書いてあるのとか思ってたけどマイナンバーカードの写真加工してえそう分かんない私加工してないですよマイナンバー このの年代が、ね、でもなんか自分の中では「サラはあんまり変わってないっしょ」みたいな顔も変わってないから紗良はとか思ってたけどうん代表編って感じですうんって感じですね運転免許証ね持ってないね ありがとうございますうーんだから嫌になれたね最近は嫌じゃない顔がさ年を取っていくのって嫌じゃないですかマジで、ね、顔違うんですよもうここが短くてめっちゃここキュッてなっててそういうの起るのがいいんです でもあの二千二十一年の写真とか見たら集合写真とかは加工がないからあの現実じゃないですかそれでュッテュッテュあテュッテュッテュらテったテュッテュッテュッらュッテ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 ュ マジ今の方が垢抜けててその若ければ若いほどいいわけでもないんですよそのちょっと可愛くない時もあるんですよそのいやどっちも格好ないんよその比較対象がね2021年のも昨日のでも昨日のは昨日じゃん2021年ののサラがマジでもう本当になんかめっちゃねなんかえもうやばいんよもう全部やばくてサラが見たのはなんか昇格ツ,ツアーのやつうん 昇格ツアーあだるまと撮ってるやつなんですけどもう本当にぼんやりしててなんかもう病院から来,来たみたいな顔してましたなんか朝病院から抜け出してきたみたいな感じだったからびっくりしようんかめっちゃもう目とかもう死んでるんですよ、うん、目もあんまり楽しそうじゃなくて小さんまありがとうございいす大福みたいだえー、なんかそうマジで大福というかなんかなん 何,だろう何みたいだろうええー、んだろうな大福ええー、んかないかな,なんかえー、なんかね大福もだしええー、んだろうなあでも人とかは失礼かうーんでもマジで本当に風邪ひいてたいや引いてないんよもう常にそれでその2021年はもうねもう本当に嫌だった 今考えると嫌だった疲れてたんだうーんなんかん、まあ、疲れてはなかったけどうん、そういう顔だったんですよなんか腫れてたから目が細かったんですよそ,そうなんか時間経ったみかんみたいなそうなんか時間経ったみかんとかなんか えでもなんかもうとにかく可愛くなくてやばいよなんか浴衣の写真でしたそれは哲兄さんくもありがとうございます自分でそういう顔だって思ってなかったからびっくりした明日忘れないで目を閉じて高一ぐらいえそう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 高一の時ですねめっちゃ可愛くなくてやばいです イかできたら大体かいえだと思うじゃんもう多分みんなも多分もうあの本当にお金払ってでもお金払ってでもあお金もらえるんでもあの付き合いたくないと思いますそのご飯行きたくないレベルだと思います鉄兄さんくんもありがとうございます本当に変な顔だったんですよあやばい

ありがとう。あ、チェキ会、ぜひ皆さん来てください。チェキ会に。チェキを。ぜひ。ユーシュとゲットって感じです。手に入れてください。チェキを。 チをぜひ手に入れてくださいもうチェキンね買ってくれてる人は本当に覚えれるからねそのリストももらえますしそのリストでも覚えてるからいつ、うん、もだから是非買ってくださいゲットしてくださいありがとうございました